救済書を読まなければ皆さんたちは一生後悔することでしょう。シャロン、連動しましょう。良いよお知らせをひ伝えましょう。<laughs> 今日は歌からではありません。すみません。また違う機会にお知らせします。今日はヤコブ 子供たちを祝福して、ヤコブについて見てみましょう。私たちが映画を見ているときには、主人公がいます。もし聖書が映画のようなもので場合は、長子、初めに生まれた子が主人公の役割を果たします。創世紀の49章を見ると、ヤコブは、ルベオン、シメオン、レビを飛ばして、 ユダを祝福しましまた4番目の子供を祝福しました。あるいは、ヤコブは彼の子供たちを祝福することは間違えたのでしょうか。精霊が私たちの霊の目を開いてくださるように、そして一緒に勉強できるように祈りましょう。天にいらっしゃいます父なる神よ。今日まで生きて働かれる神様よ。 聖霊が私たちの心を整え霊的な目を開いて神の御心が私たちに明らかにされますように主の御言葉を通して私たちが子供行動としてより神のようになることができますように主イエスの皆を高め賛美しますまず創世記の49の1から2創世記の49の1から2を読みましょう しかし皆さんにはこの創世紀49章,9章全部を読むことをお勧めします。創世紀の49の1から2。ヤコブは息子たちを呼び寄せていった。集まりなさい。私は後の日にお前たちに起こることを語っておきたい。ヤコブの息子たちは集まって耳を傾けよう。お前たちの父イスラエルに耳を傾けよう。今日のレッスンのテーマは。 ヤコブが間違って祝福をしたのでしょうかです。これはアブラハムパーク牧師長によって書かれた救済シリーズ第3巻消えることのない松明の灯火の111ページから114ページの内容に基づいていますインドネシア語の本の内容に基づいて話をします このヤコブの中にあった松明の灯火しについて、その前にヤコブとは誰だったのかを見てみましょう。先週見てみましたが、ヤコブはアブラハムの孫です。皆さん、アブラハムはご存知ですか神の友人、神の友であるアブラハムです。契約の灯火しが、 アブラハムに与えられ、それがヤコブに与えられ。この最初の本で、アブラハム・パン・ポックス長によって書かれたインドネシア語の本だと1冊目の204ページ目です。この契約の灯火のエスタフェ、この杖がすでに引き継がれたか、どのようにヤコブに引き継がれたかです。 ヤコブと一緒に来ていて約15年間アブラハムは彼の信仰をヤコブに継承したのだろうと言われています。アブラハムが孫のヤコブにウルカスディンで神に呼び出され、ハランに長く伝えたいしたこと、そしてハランからカナへの出発を教育した可能性があります。 アブラハムが75歳でハランを去ってから100年以上にわたって行われた神の驚くべきすべての技とすべての事実土地とその子孫に関する神の約束が果たされることをアブラハムの言葉だけでなくその教訓はヤコブの人生に反映された信仰によって深く刻まれているかもしれませんこのヤコブを見てみるとヤコブには 双子でした。兄がいました。誰ですか皆さんご存知ですね。エサオです。ヤコブの兄はエサオです。しかし、エサオとヤコブとはちょっと違った特徴があります。聖書で書かれています。どのように彼らが違うのかということが書かれています。 特にこの主の約束についての性格がだいぶ違います創世紀の25の2725の272人の子どもは成長してエサは巧みな狩人で野の人となったがヤコブは穏やかな人で天幕の周りで働くのを常としたヤコブは穏やかな人で 天幕のの周りで働くのを常としたと言われていますしかしこれは怠けていたわけではないのです。しかし聖書ではこの天幕、テントというのが信仰の継承,が継承が行われている場所であることを強調しています。ヘブライの11の9を見るとアブラハムが 約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みましたと書かれています。この幕屋が信仰の継承が起こったところであることを示しています。しかし、エサは違いました。先ほど読んだ書のように、エサは狩猟が得意で、野で暮らすのが好きです。この巧みな狩人という言葉から、 彼は狩猟がとても得意であることを理解できます。この狩猟というのは彼の趣味、彼の情熱です。しかしエサオは自分の情熱に従って好むため、これが重要なことになってしまう。 神が望んでいる信仰の伝承というものがより重要なことですがそちらを行っていません信仰の伝承をすることは神が望んでおられます彼の祖父のアブラハムから彼の父イサクの望みでもある大事なことつまり信仰の伝承ではないのです 子孫代々にまでででここの信仰を継いでいくことですしかし先ほども言いましたが、アブラハムはヤコブと一緒に15年間生きていました。おじいさんと孫は25年の間一緒に生きていました。では質問です。祖父アブラハムはエサウに会いましたかもちろんです。 ななぜならエサオとヤコバは双子だからですですからエサオはこの15年間の間にアブラハムが祖父アブラハムがいる間にいるべき場所である天幕にいませんでしたエサオは天幕にいなかったことが問題でした 聖書の勉強をするたびに祖父アブラハムが言います。教える準備はできています。ヨくブだけがいます。エサはどこだエサは多分外に出かけていった。なぜエサはそこにいなかったのでしょうかなぜその天幕にいるのが退屈だったのでしょうかなぜでしょうかエサによると、 この調子の権利は重要ではないので意味がないのです。創世紀の25の32から33、34。ああ、もう死にそうだ。調子の権利などどうでもよい。とエサオが答えるとヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エサオは誓い、調子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエサオに。 ファンとレ,ズムレンズアメの煮物を与えたこのように聖書の聴取は救済士を進める上で重要な役割を果たしています聴取は神の御心を実現するための背景のようなものですしかし A サんは救済士のこのフレームの中に入,って今の入ることを望みませんでした 結局彼は調子は重要ではありませんでした創世紀の27の3727の37イサクはエサねに答えたすでに私はヤコブは彼をお前の主人とし 現在、救済士のこのフレームの中にいます。私たちもヤコブのようにいるべき場所である、いるべき場所はどこでしょうか幕屋です。この幕屋の中にいなければ、信仰の伝承を受けることができません。ですから、それはフレームです。その枠の中にいなければ、 このフレームの中になければ、この救済士の写真の中に収まることはできません。神の契約はともしびのようなものです。ともしびは神がアブラハムに与え、イサクが受け継ぎ、そしてその後、イサクの息子に受け継がなければなりませんでした。それを受け継いだのはエサウではなくてヤコブでした。なぜヤコブが、 このの信仰を受け継いだのでしょうかなぜならヤコブはこの神の御心を渇望していたからですそしてヤコブがこの神からの灯火を受ける準備ができていたのですこの灯火の契約をいつも転倒させておけたければ 消さないでおきた人にとっては神はその約束を確実に果たすと誓います例えばルツを見てみるとルツも神の約束を果たしました神言でも同じように書かれています 私たちが必要なことは何でしょうか信仰が引き継がれる場所にいることです。私たちの人生において灯し火を受けることができますように、ステージプトの6の8、ステージプト6の8を見てみると、 神アブラハム、イサク、ヤコブに手を挙げて誓った土地に導き入れる今、焦点はヤコブです。ヤコブが彼の12人の子供に祝福を与えようとしました。誰が松明の契約を続けたのか、誰が調子であるのかが明らかになりました。今日の読み物 創世紀の49の1から2を見てみると、これはヤコブが死ぬ直前にした言葉です。ヤコブは子どもたちを読んでいました。創世紀49の1、集まりなさい。私は後の日にお前たちの起こることを語っておきたい。49の2ヤコブの息子たちは集まって耳を傾けよ。お前たちの父、イスラエルに耳を傾けよ。 ヤコブは死ぬ時間が近づいたときに、12人の子供を呼ぶように人々にいました。部屋の中に子供たちが一人ずつ入ります。順番に入っていったことでしょう。ルベン、ヤコブ、シメオン、レビーそして最後に、最後にヨセフ・ベンジャミンもいました。ヤコブはただ寝ていたのではありません。 ヤコブはベッドに座っていました寝ていたのじゃなくて座っていたのですそしてその周りに子どもたちが立っていますヤコブが子どもたちの将来を語るときに子どもたちはすべて近くにいますみんながヤコブが何をしゃべっているかを聞くことができます なぜなら近くで立ってるからですではそのシーンを考えてみましょうどのようにしてヤコブがルベン・シメオン・レビューがおとルベン・シメオン・レビューの失敗を見てみましょう コブがなぜルベン・シメオン・レビオ飛ばしてしまったのかを見てみましょう。私たちの暗い過去が他の人の前で語られたらどうですか気持ちはどうですか恥ずかしいですね。ルベン・シメオン・レビオンがそのような気持ちでした。恥ずかしくて自分の中に起こっていることで腹を立てて。 いろいろな感情が入り混じってみました。まずルベンについて見てみましょう。創世記の49の3から4、創世記の39の3から4、んて言われましたかルベンよ、お前は私の調子、私の勢い、命の力の発砲、気ぐらいが高く力も強い。ルベンの ポジションが高くなりますね。ルベンはこれを聞いたとき、このように褒めてもらえたときに、どうですか。嬉しいですよね。しかし、気をつけなければなりません。アブラハンパククーク牧師を寄りました。賛美された後には、不幸が来るというものがあります。 この,この場所、デルベンについて、お前は私の子、私の勢いというようにとても褒められていました。しかし、その次の説ではどうでしょうか調子の褒まれを失うと書いてあります。ポジションがいきなり落ちますね。なぜでしょうか ヤブは言いました長子の誉れを失うお前は父の寝台に登ったあの時私の寝台に登りそれを怪我したなぜですかなぜかならルベンは会員の罪を犯したため長子の権利を失いました長子としての彼の祝福と権利の全てを一瞬のうちに失いました ヤコブはこの家族の中でルベンが起こした過ちについて取り上げましたこのことはいつ起こったのでしょうか約41年も前にルベンが犯した罪について言いましたこのようなことは特別なことです このような過去のことというのは大体夫婦の間で起こるようなことです。皆さんにも経験がありますか何十年も前のことを父親が子供に言うということはあまりないことです。もし奥さんと旦那さんの間で何 何か問題があれば、かなり昔まで、いつまでもいつまでも過去の問題が出てくることでしょう。しかし、皆さん問題を起こさないでください。しかし、見てみると、ヤコブはこのことを、昔なったことを、今、怒って言ってるわけではないのです。 これはル,ルベンの過去の感情のために言ったのではなく、ヤコブはルベンに下された神の決定をくだし宣言しています。ヤコブがルベンの過去を話しているとき、どうですか他の子どもたちも聞いています。 ルベンの気持ちはどうでしょうか他の兄弟たちにこのような恥ずかしい過去を言われて後悔して頭を下げることでしょうこのようなことが私たちも過去を暴かれたら頭を下げるか横を向くかしかないです顔を上げることができなくなりますそのようなことが起こりました ルベンは後悔して頭を下げることしかできませんでした。その次に誰がいますかシメオンとレビーです。シメオンとレビーは、ヤコブが過去のルベンについて話を言っているときに彼らの反応はどうでしょうか彼らは恐怖でいっぱいです。 過去のことを言うなんてどうしようお父さんはそのことを言ったらどうしようそのように考えます心の中で恐れています多分心臓がドキドキしながら何を言われるんだろうと恐れていたことでしょう 彼らが驚いたことは一人ずついたのではなくシメオンとレビィと一つにして言われました何が起こったのでしょうかヤコブは彼らの過去の過ちを強く非難しました 彼らが暴力の道具であると宣言をしました彼らもルベンと同じように頭を下げました彼らの頭の中ではこの割礼の聖なる契約を復讐の道具として使ったという出来事を考えました思い出しました シメオンとレビの手が血でいっぱいだったことを覚えていますシケムの町で全ての男性を殺した時約41年前のことですヤコブはシメオンとレビにあった悪い気象起こりやすいこと自分の怒り,怒りをコントロールすることができないことを指摘したのです 先週も話しましたが、どのようにこの怒りをコントロールすることでしょう。詩編の37の8、詩編の37の8、怒りを解き、憤りをしてよ、自分も悪事は図ろうといららってはならない。 ヤコブがい,いたときに私たちがいたとしたらどうでしょう私たちがシメオンとしたらこの現代的な心を持っていたら私たちが言うことはお父さん、過去は過去ですということでしょう。しかし私たちは一つのことを理解します。現在の私たちは 過去の行った通りにあるのです同じように私たちが今日行うことは私たちの将来を決定します同じようにヤコブの子供たちの行いは彼らの将来を決定します彼らが悔い改め変わるならば良いことが彼らにもたらされます ルベン・シメオンレヴィは州が決定したことはこのようなことを言ったのは彼らが悔い改めて変わるためです例えばシメオンですシメオンのこの例は良い例ではありませんしかしこのアドバイスを聞かなかったので そのままま変わることもでできませんでしたそしてシメオンは最後には将来的に多くの問題が発生します逆にレビは神の御心を追求したのでそして悔やらためたので最終的には立場は回復され神によって高められましたこれについては 救済士の2冊目アブラハン・パックスの書かれた「忘れられた出会い」というタイトルのインドネシア語では450ページで読むことができますルベンとシメオンとレビにこのことを伝えなければなりませんでしたヤコブはこのことを喜んで話したのでしょうか本当はこのことは話したくはありません しかしこれはヤコブの自分の言葉ではありません。これは神からの言葉だからです。このイスラエルの子ども12人は最後には偉大な国を樹立するという神の計画があります。この12人の子どもは神の民です。神はアブラハム、イサク、ヤコブに。 将来起こることを宣言するように明示しました彼のヤコブは神の救済を実現するためにこのことを話したのです最初の子ルペン次男シメオン三男レビナと次は誰ですか四男のユダです四番目のユダです もし私たちがユダであればお父さんが今日お兄さんたちに話したことを聞いてどう思いますかシメオンとレビもよりひどくなってきました私たちはどう思いますか今まで私たち私はどのような罪を犯したことだろうユダが考えていた時に このヤコブが言われた言葉は兄たちとは全く異なっていました。ヤコブはユダが彼の兄弟によって称賛され、兄弟がユダを押し、この創世紀の49-8の、49-8によるように、兄弟によって称賛されると祝福をしました。ユダが長子になると述べています。 これはいつ決まったことでしょうかこれはダビデが王になった時に決まったことです。結局、イエス・キリストがユダの子孫として成就されました。この父が ユダについて話すときはどうですかいいことだけだったんですね。ユダはそのとき笑うことができますか微笑むことができますか自分で喜びたいですが、それをちょっと我慢すると思います。お兄さんたちの前でよくないからです。 ユダだけではなく、ヤコブの子どもたちも考えました。彼らは父親が誰であるかということを再認識しました。彼らの父親、ヤコブは神の御心を第一にした人でした。ヤコブは誰に近い人ですか神に近い人です。彼らの父親、ヤコブは、 彼らは契約の代理人にして彼らの信仰の祖先であるアブラハム、イサクの契約の信仰を受け,継ぎ受け継がせたいと思っています。皆さんが誰かの前で全てのことを知っている人になったらどうでしょうか何でも知っている人に会ってしまったら 目を合わせることも困ってしまいまいすこのようなことはも私も経験したことがありますがそれは次回お知らせします彼らの父親は神の御心を大事にしている人です普通は長子の初めに生まれた子どもを祝福することです そして最後の遺言としては子供たちを祝福することですしかしヤコブは神から言われたことを無視することはできませんでしたヤコブは子供たちが契約の灯火となることを望んでいましたヤコブは子供たちが こイサクからの信仰を引き継ぐことを望みましたしかし今までまだお勉強を学ぶことを望んでいましたし誰が一人だけついてきましたヨセフです 私は一人ずつ子どもについてこれは説明はできませんがこの後に注目しなければならないことはこの契約の灯火はその次にまだ引き継がれていくのですこの救済誌の中で最も重要なのは誰になったのでしょうかユダが調子になったのかと思います ルベンからユダに移ったのです。しかしもう一つ驚いたことは、この調子の権利は11番目の子どもまで移ったのです。誰でしょうかヨセフまで移りました。この調子の権利が11番目の子どもに移りました。 ヤコブがヨセフに与えた祝福を見てみましょう。創世記の49の22、ヨセフは実を結ぶ若木、泉のほとりの実を結ぶ若木、その枝は石垣を越えて伸びる。ここで見てみると、実を結ぶ若木、このアブラハンパック牧師が、 例えられたことですがもしアブラハムが木の根っこに例えられるのであればイサクは若木に例えられ目でそしてヤコビは幹でありその幹から12本の枝が生まれますこの12本の枝の中から最もたくさん実を結ぶ枝がありますこれは誰の枝ですかヨセフです オリジナルの言葉ではこの「実を結ぶ」という言葉はたくさんの果物を生産しましたという意味ですイエス様の時代に見た時にはある日一熟の木とは言いました葉っぱだけがたくさんあって実がないという話をしたことがあります 実だけはなくて葉っぱだけがあるんですしかしヨセフは違いますヨセフの枝はたくさんの実を結ぶ木です昨日の日曜日の朝ユンボクシが言われました 神の契約の箱を祀る信仰について説明をされましたいくつかの種類の信仰について話をさせましたそのうちの一つは注意を払わなかった信仰でした つまり神のの契約の箱はありりまます。す。ししかしそれに注意を求めないことですつまり何について言っているのでしょうか口だけでは神を求めていますが日々自分の好きなように生きているということです神を求めているのは口だけですしかし日々自分の好きなように生きているのです 私たちがいるときは口だけが大きくて行動がないということです。この御言葉が私たちの,私の心にも大きく刺さりました。皆さんも聞いたことがあることでしょう。人間は。 私たちが語ったとおりに語りその,そのように生きることですしかしこの話はこの日曜日にいただいた御言葉に多くの祝福がありますこの葉っぱがたくさんあるということはどういう意味でしょうか葉っぱだけで 身がないというのはどういうことでしょうか有名なビデオを見ていた時にはフランスの神学、フランスの牧師さんをいました大きな教会の牧師さんでした カリスマの的な牧師さんで神と近くなるためのことをついて話をしていましたアポロゲティックという聖書をよく勉強する人たちからは指摘されることをいつも恐れていました 本当は聖書の勉強がちょっと不足しているのでしたが人気のある牧師さんでしたこの聖書についてよく勉強した人と話をするとよく弁論をしました言葉だけの人でしたアポロゲティックこの聖書をよく勉強する方と会いました どのような名前かとかちょっと忘れましたがそのよく聖書を勉強する方と会いましたしかしその方は5月に亡くなりましたがその方は聖書をよく知っている方でしたこの彼らは一つのイベントで隣り合わせに座りました このフランスの牧師様は、この隣にいる人をあ、この人は聖書をよく知っている人だ。どうしようかなと考えました。この聖書をよく知っている方の牧師様が言われたときには、握手を求めて、この方は聖書をよく知っている方ですが、何て言ったでしょうか。 あなたと一緒に横に座ることができてすごく感激していますと言われました聖書について最もよく知っている牧師さんがその普通のあまり知識のない牧師さんにこの謙遜な心で賛美したのです私たちが主の御言葉を知るほどこの身をつけなければなりません 信仰がなくて、この謙遜な心がなければ身を実らせることはできません。このようなことが熟考します。では、御言葉を続けます。これはヨセフの人生は、詩編の1の3のようです。その人は 流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もし折れることがない、その人のすることは繁栄をもたらす。エレミアの17の8、17の8、彼は水のほとりに植えられた木、水路のほとりに根を張り、暑さが王のを見ることなく、その葉は青々としている、干ばつの年にも憂いがなく、実を結ぶことはやめない。 ヨセフはとてても恵まれていまれいすヨセフの子孫だったエフライムとマラセの部族は非常に大きくなりました他の部族に比べて多くなりましたそしてヨセフの子孫も創世紀の49の2549の25でカナンの真ん中の肥沃な土地を継承しましたヨシュアの16の1から4ヨシュアの16の1から4 その次に、2番目に枝が壁よりも上にある祝福。ヨセフの人生は他の人に利益をもたらす人生です。これは何度か証明されています。ヨセフがポティファルの家にいたときに、ヨセフのおかげでポティファルの家がと,とても祝福されました。ヨセフがロ屋ヤにいたときにも、 このににいたた。も監修長も長祝福を受けましたヨセフのおかげでエジプトの国全体が素晴らしい祝福を受けることができましたヨセフのおかげで彼の父親も彼の兄弟にも家族も祝福を受けたのですですからヨセフは他の人に利益をもたらす人生です 私たちが言い争いをする必要もないのです。他の人を称賛することです。譲ることです。僕自身が教えたことは、もしお菓子が一つしかなかったら、自分の子どもがいて、他の子どもが来たら、この一つのお菓子はどうしますか 友達の子供にあげるんですそのように愛を教えられたことがあります私たちも子供をそのように育,た育てるように望みますそしてヤコブが預言したようにヨセフは兄弟の中で特別な調子となり 最も高いところに立っている最高の石となりました。12人の子供の中で、ヨセフは最も上、創世紀の49の26、49の26、兄弟たちから選ばれたものの頭にあるように。 私たちが伝道したいのにしかし、この今家にいなければならない状況となりました。ニューノーマルに新しい生活となってもまだ制限があることでしょう。どのように伝道すればいいのでしょうか。しかし今、 この伝道するのにとても重要な時です心から祈ってこの勉強この礼拝を私たちが伝えてあげればいいのです私たちが心から祈る時には道が開かれます皆さんが他の人の伝えることができますこのオンラインの礼拝がありますので これでチャンネル登録をしたりチャンネル登録をして良いとかシェアをすることはただ人気のランキングのためではありません。しかし他の人々に伝道するためです。しかし伝道したいのにこの救済誌の方を渡したいのにちょうどお金がないなという時には皆さん何をするんですか他の人に この本を買ってもらって、そしてその伝道したい人に本を送るということができるのです。そして私たちが伝道することができるのです。そしてこの信仰をシェアすることができます。心から祈り、その人に紙にシェアをして、 この救済誌の本を通してその人の家族に奇跡をもたらすことができますようにと祈りましょう。そうすれば私たちもヨセフのように他の人に利益をもたらす人生を歩むことができます。そして最後にヨセフが受けた祝福は3番目は継続的に広がる祝福です。 創世紀の49の26、49の26を見ると、これは何世紀にもわたって無期限に続く永遠の祝福であると説明しました。創世紀の49の25、49の25には、あなたの父の神があなたを助け全能者によってあなたは祝福を受けるように、神からすべての祝福が流れると完全に信じる人々に、神はヨセフと同じくらいの豊かな祝福を与えます。 祝福が豊かになります詩編の84の13、84の13。ヨセフは苦しみを克服した信仰により、そのような祝福を受けました。創世紀の49の22、創世紀の49の22から24までを見てみると、このヨセフの枝は、 石垣を越えてて伸びると書かれていますこの石垣を越えて伸びると書かれているところからヨセフの生涯は安らぎや静かな人生ではなく迫害を受けた苦しい人生であったということが書かれています。ですから特別なことです。 なぜならヨセフは苦しみを克服した信仰があるからですヨセフの人生は迫害と多くの敵による苦しみに遭いましたしかしヨセフは兄弟に嫌われ奴隷としてもられましたしかしヨセフは神 ヤコブはヨセフが非常に祝福された理由を述べました。創世記49-22、49-22、実を結ぶ若木、泉のほとりの実を結ぶ若木と宣言されました。泉のほとりの実ということは、水にくっついているということです。ヨセフの生涯は水が足りなくなることなく、常に豊かで新しい命の水を得ました。なぜならその根が神に深く植えられているからです。 これがヨセフに起こりましたですからヨセフは若い時から信仰とともに来ていました お兄さんたちが間違ったことをしているときにも、それについていくことなく、若いときから常に主と共に歩いていました。神が自分の神となるのです。アブラハムと同じように、 アブラハムの神はイサクの神、ヤコブの神となりました。ヨセフよ、あなた私はあなたの神だと言われたことはありません。ヨセフは信仰、すべての教え、こ,これはすべての行いによって受けたのです。 このポティファルの妻が彼を誘惑したときにはヨセフは言いました。私はどうしてそのような大きな悪を働いて神に罪を犯すことができましょうか常に神が中心の人生を行っていました。常に神を賛美していました。このような信仰が私たちにも信仰必要です。 この兄弟の中でも特別な人は、このヤコブは、そしてモーセによって、モーセによって繰り返されます。兄弟の中でも特別だと言われます。何百年も前から、何が起こったのでしょうか。 歴代史の5-1、歴代史上の5-1で、神は言われました。ヤコブは間違えていないと言われました。ルベンは長子ですかルベンは長男だったが、そのためヨセフの子孫に譲らなければならなかった。そのため、ルベンは長男として登録されていません。 しかしヨセフは調子の権利も受け取ったことを意味します。これは全て神の主権のもとで行いました。ヤコブは神を子供を祝福するときに間違えていません。ヤコブは実際にあるものよりも神の契約に関心があることが分かります。私たちが神の 御心というのがどれほど重要かということを知ることができますこの契約の灯火そして皆さんがまた信仰の継承を受けたいことでしょうまだ皆さんは若い人たちです皆さんたちは準備ができているでしょうかこの主の計画を私たちがこの 行うことができるでしょうかこの聖書の中に書かれている信仰の人たちを勉強することですこの3冊目の本この救済士の3冊目の本を皆さんが参考によって参考にしてくださいどのように私たちが灯火を輝かせることができるでしょうか 本を読んで、私たちのこの本を他の人々にもシェアして、そしてこのオンラインをシェアすることにより、多くの人々に伝道してください。そして彼らのために祈ってください。そして神の奇跡が彼らに起こりますように。ぜひこのオンラインをチャンネル登録をして、このサブスクライブすると、 このサブスクライブチャンネル登録をすると次の勉強が出てきます。そしてこれをシェアすると他の人々もそのような恩恵を受けることができます。質問があればぜひ WhatsApp にご連絡ください。インドネシアの番号です。もし質問があればぜひご連絡ください。 機会があればお答えしますそして最後に皆さんもイエス・キリストを望むことにより神が私たちに与えてくださようとしている永遠の命そしてその天国を待ち望む人生を送らせてくださるように私たちが集中して無限の努力をしましょう。 祈りましょう。主よ、今日の御言葉に感謝します。この契約の灯火となるように、神を待ち望み、人生を歩むことができますように。私たちが最後まで忍耐して、この御言葉を通して、互いに強くなり、助言し合うことができますように、私たちの人生を神の手に委ねます。イエスの皆によって祈り、感謝します。アメン。 また次回お会いするまで、主が皆さんを祝福します。シャロン、伝道しましょう。